どれがどちらか見分けて分けて、ゴミを減らそうリサイクル。今日からそれぞれ仕分けて出して、容器包装リサイクル。皆さんこんにちは。今からみんなとこのプラマークを探しに行きたいと思います。一緒に探してくれるのはハチマルくん、そしてプラマークに詳しいシャチのジュンちゃんです。ところでみんなはプラマーク見たことがありますか？これ私たちの周りにたくさんあるプラスチックについてるマークなんだよね、ジュンちゃん。その通り。このプラマークがついているものは、僕たちのいる名古屋はもちろん、未来の地球を助けることにつながるすごいパワーを持っているんだよ。そんなにすごいんだ。上手に集めると、いろいろなものに変身して、僕たちの役に立つものに生まれ変わるんだよ。お姉さん、はちまるくん、今からこのプラマークがついているものがたくさん集まっているところに行こうよ。どんなものにプラマークがついているかがわかるよ。そうだね、はちまるくんも行きたい？じゃあみんなで行ってみよう。せーの。ここは名古屋市中の使わなくなったプラスチックの入れ物や袋が集められるところなんだ。ここではその中からプラマークがついたものだけを分けているんだよ。プラマークって全部のプラスチックについてるんじゃないの？実は全部じゃないんだ。それでは今から問題を出すよ。前のものを見てみてよ。この3つの中でプラマークがついているものはどれだ？どれだろう？わかるかな？私はこれ DVD にする。はちまるくんはこれ、お菓子の袋。みんなはどれだと思う？正解はお菓子の袋。はちまるくん大正解。すごい、はちまるくん本当だ。ここにプラマークついてるね。じゅんちゃん、もう一問お願い。 OK、 じゃあ次はこの3つの中でプラマークがついているものはどれだ。今度はちょっと難しいよ。本当だ、全部についてるんじゃないかって思うよね。正解は3つ全部にプラマークがついてるんだ。わー、やっぱりそうなんだ。はちまるくんもお姉さんも大正解。レジ袋はここに、卵パックはここにマークがついてるね。でもこの蓋にはどこにもマークが見当たらないんだけど。そう、実は直接マークがついてないものもあるんだ。でもね、飲むときにボトルをよーく見てみてよ。あ、本当だ。ここにキャッププラって書いてあるね。よーくマークを探して別々に捨てるようにすればいいんだよね。そう、みんなが手伝ってくれるとプラマークの変身パワー倍増ってわけさ。プラマークは何に変身するの？その一つがこれさ。はちまるくん見せて。プラマークがプランターに変身するんだね。素敵。みんなが協力してくれると、これからもっといろんなものに変身させることができそうなんだ。捨てる前にちょっとチェック。きちんと分けて捨てれば資源として変身できるっていうことなんだね。みんなもプラマーク探し始めてみない？